皆さんこんにちは。今日はアメリカ感謝祭でございます。11月の一番最後の週の木曜日、今ね、11時もう12時ぐらいになる時間帯なんだけど、今日はもうこれから料理をねずっとして Thanksgiving ディナーを作っていく予定でございます。はい。でですね、まあさ、Thanksgiving でディナーってなるとすごい大量のご飯を作るわけで、これをその翌日翌々日と週末をかけて全部食べていくっていう、だから何もしなくていいっていう感じなんだよ、 Thanksgiving ディナーっていうのは。だから、朝からね、お母さんたちキッチンに立って Thanksgiving ディナーを作っていくんだけど、今年はですね、私今年のメニューは何を作るかというとですね、ベイクドポテトと、あとグリーンビーンズと、あとホールチキン、これは2つあります。で、カルビは韓国系のショートリブを買ってあるから、それでカルビを作ります。で、あと寿司はサーモンと、ま、あと握りのサーモンと、あとアボカドは巻き寿司で、あといなりを作って、あとチキンウィングス、これはね、ディープフライにしてちょっとカロリーすごくなると思うんですけど、今日はケンタッキーフライドチキンみたいな、 KFC みたいな感じの、フライドチキンを作ろうと思う。で、あとペッパークリームチーズ、これはね、エリナちゃんのビログを見て、おー美味しそうと思って、ベルペッパーあるじゃないですか、カラフルな、パプリカあるでしょ、あれを半分に切ってクリームチーズを中に入れて、で、まあ、そのままアペタイザーとして食べたり、あとはこうちょっとベイクとしたりとかするみたいなんだけど、それすごい美味しそうだから作ってみようと思って。で、あとコーンがあって、で、あとサラダっていう感じで、今日はね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 個か、こう細々言うと多いんだけど、まあ、とりあえず9種類のディナーを作る予定なんです。で、私もすごく学んだんで、今まではもう朝起きてすぐもうその Thanksgiving ディナーを作り始めて、もうずっと一日中作ってたのね。だけどもう夜になるともうね、ホリデーどころじゃなくてものすごく疲れちゃって、で、あーって感じだったので、そんなに削れるところはあるだろうっていう感じで私学びましたんで、今年はね、デザートは買いました。今まではね、なんかアップルパイとかさ、いろいろ作ってたんだけど、今年はコストコでパンプキンパイを買いましたんで、大きいやつ。デザートはそんな感じで買いました、今年は。そうで、このうちの感謝祭でいつも食べてる食べ物っていうのは、私たちが食べたいものを食べてるから、こうトラディショナルな感じの、ほらね、ターキーがあって、なんかグリーンビーンズ、コーン、まあ、ここら辺は食べるんだけどさ、ターキーはうちは食べないんですよ、あんまり好きじゃないから。だからその代わりにチキンっていう感じなんだけど、あとほらその中にスタッフィングが入ってたりとか、うちはあんまりスタッフィングは食べなくってっていう感じで、だからね、このトラディショナルなものはうちはどっちかちょっとキャリーしてなくって、本当に何だろう、個人が好きなものをピックアップして私が作ったりとか、うちはミックスのお家だから、やっぱりアメリカのトラディショナルのサンクスギビングのディナーっていうよりかは、ちょっとこうアジアン寄りだったりとか、なんかこう混ざってる感じのディナーだから、ずっとキッチンに立って料理してるとすっごく疲れちゃうから、まあ、さっき言ったように今12時頃じゃない、だから目標は3時か4時ぐらいには終わって、で、その後ちょっとマラソンできたらいいなと思って、ディナーの前にっていう感じで今ちょっと考えてるんだけど、では始めていきましょう。今日はそんな感じで私と一緒に料理していく感じのビデオになっていきますので、皆さん楽しんでてくださいね。したらね、まず一番初めはちょっとチキンウィングスのなんか下処理みたいなのをやろうかなと思うんだけど、たださ、塩コショウをちょっとまぶして寝かせておこうかなって今思ってて、そう、そっからやろう。で、時間が経っても美味しいやつはグリーンビーンズとコーンあたりだから、それもちょっとやっていこうと思います。いきましょう。ベーコンさん、
どんぐらいやるかな。あ、こんぐらいしかビーンズないか。明日少ない量になっちゃうね。そしたらこんぐらいで。あのね、冷蔵庫に入ってたのがこれグリーンビーンズなんだけど、もっとあると思った。これは今日いっぱい使うから毎回洗わないで取っとこうと思う。あのガーリックってやつ。よし、まず1品目完成。超簡単にできました。私はこのレッドフレークス唐辛子のやつをちょっとかけるのが好きだけど、子供たちも食べるからちょっと別で置いておく。冷凍のコーン使うの？使いますなんかね、サンクスギビングのディナーって体勢が微妙なんだけど、あの量多いじゃない。でその冷凍じゃないやつにするとね、こうダメになっちゃう可能性が高いんだよ。だからいいやと思って冷凍を買った。ですね、うちのエディソンがちょっとアレルギーがあってね、あのミルクとかエッグとかそういう系のやつで、ちょっと待って、そうアレルギーがあって、これヴィーガンバターだから、これを使えばあの子は全然大丈夫だから。バターだけね、なんかね、ちょっと卵が入ったりちょっと牛乳が入ったりとかするのは、あの彼の体はさ、あの大丈夫な時が多いんだけど、バターに関してはちょっと入っちゃったりするんだよね。そうだからバターを使っていく。でね、バターをまあ適量取ってさ、袋を取りまして、フライパンに入れてですね、ただ塩コショウでそっとするだけよ。さっきのもねそうだけど、なんかまあ普段食べてるものなんだよね。そう普段食べてるものなんだけど、まあなんだろう、特別な日でもさ美味しく食べれるから、あの相性がいいんだよね。お肉とかとかさ、そういうのと相性がいいから、まあ外せないサイドディッシュというか、
そんな感じ。あとまあ子供たちも食べるからね。 OK、じゃあ2つ目完成。これはね、ほんとただバターを敷いて塩コショウしただけのものなんだけどさ、このね、わかる？ちょっとローストされてる感じがあるでしょ。ポップコーンになる、ポップする前でちょっとローストした感じにこだわりました。はいはい、ちょっと後でパセリあたり散らそうかね。 OK OK。 でこの子たちは全部あのホイルかぶせて、カウンターのところに置いておく。でディナーの時間になったら、ちょっとオーブンをさ低めの温度で設定して、全部入れてちょっと温めてで出すって感じ。いや、OK。 したらね、忘れてたんですけどね、あれをしようと思います。サングリアを作ろうと思うの。ここにはい、ワインがありますね。これさ、私ホワイトだと思ったんだけど、レッドワインだったので、でもね、ナイスよ。 Made with organic grapes だって。 Yes、 カスコで買ってきました。とレッドワインじゃん。だからちょっとね、家にあるフルーツでレッドワインに合うものとかいろいろ考えたんだけど、私さホワイトだと思ったから、なんかオレンジとか入れようと思ったの。でもこれだ、どんな感じかな。まあ、別に何でも美味しいと思うんだけどね。ちょっとやっぱフルーティーな香りを出したいんじゃない。だからリンゴと、あと何入れようかな。なんかさ、洋梨とかあったらいいんだけどね、洋梨ないから。ちょっと見てみようか、サイトっていうかウェブサイト。この今 Google でいろいろ見てるんだけど、今ね、Google でいろいろ見てるんだけど、 Mommy's with Chloe. I don't know, she's not upstairs. I thought she's upstairs. 何がいいって書いてある？ですね、ブランデーはないや。ブランデーはないから、あ、リンゴって書いてあるじゃん。あとオレンジでしょ。オレンジもある。オレンジってこれはタンジュリンだけど、みかん、日本の小さいみかんだけど。 Yes? あとレモンだって。レモンも入れていいって書いてある。あとメープルシロップとかハニーとかで、飲むときにちょっとスパークリングウォーターで割る感じ。いいじゃん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 。やろうやろう。これ切るだけだからね。 OK。 よし、したらこのもう種抜いたやつも入れて、グッ。したらワイン入れそう。これをついでいくよ。メイプルシロップかハニーって書いてあるから、どうしようかな。メイプルシロップにしようかな。このコストコのメイプルシロップを、入れて混ぜる。
いいじゃねえか、いいじゃねえか。ちょっと入れる。いいんじゃねえか、いいんじゃねえか、いいんじゃねえか。そしたらこれはですね、冷蔵庫に入れて冷やしておきます。簡単でしょ。でもすごくね、美味しく仕上がるから、皆さんクリスマスとかさ、クリスマスとかいいんじゃない。 OK、 次。そしたらさっき言ってたチキンウィングスをコストコで買ってきてるのね。これさ、結構小さいやつなんだよ、今回の。なんだけど子供にはいいサイズなんで、これをじゃあ塩コショウだけして、ちょっとお酒まぶそうか。で、塩コショウしてちょっと置いておこうと思います。多めに塩コショウしてつけとく。 OK。 そしたらね、でめっちゃこのさ、カメラのスタンドもちょっと持ってこないと弱いから、もう、ね、大学生のね、いとこがね、寝ているお部屋があるんだよ。とりあえずこれからやるのは、そのパプリカありますね。これベルペッパーって言います。ちょっと小さめのサイズのやつを買ったんだけど、これと、さ、あとね、ハラペニョ、辛いやつあんじゃん。あ、ご飯ができた。そう、これでも辛くて美味しいみたいだから、これでしょ。あとクリームチーズあります。で、ガーリックあります。ネギ、ネギというかグリーンオニオンあるでしょ。で、あと塩と、あとナッツとか入れるみたいな、塩コショウとあとナッツとか入れるみたいなんだよね。で、やっぱり私が今見てるレシピはね、オーブンに入れるって書いてあるから、そのとりあえずこのベルペッパーたちをちょっとカットしていこうか。このさ、ベルペッパーのヘタが余ったじゃん。だからその上もちょっともったいなかったから、それを刻んでたら、あ、ちょっとサルサ食べたいなと思って、で、そう、サルサを作り始めました。このレシピは私がさ、エリナちゃんの家族とクルーズに行った時の一番初めにね、ドバートレシピってか何作ってるんだけど、まあ、気になった方はぜひそっちを見てくださいね。で、今アボカドをさ、こうやってカットして入れて、で、私はこれにエビが入ってるのが好きだから、エビはただボイルして、それも小さめにカットして、で、入れる。で、味付けはレモンと塩コショウぐらいじゃん。だよね。そうで、チップスですくって食べたりとか、まあ、お肉にのせて食べても美味しいと思うけど、そう、なんかあれよ、もうアジアとメキシカンと、あとなんかアメリカンと全部混ざったディナーになって今日ね。これね、アボカド入れた後はね、あんまり混ぜない方が、アボカドがね、潰れてこうぐちゃぐちゃになっちゃうから、
これ入れたらあんまり混ぜない方がいいんだよね。このね、このレモンスクイーズするのもさっきのさガーリックと一緒で、今日料理中ずっと使うからこうサイドに置いといてね。そしたらハラペニョ切っていくよ。すげえライトがすげえ、ね、そしたら行ったり来たりしてんだけど、エビ、エビがボイルできたからこれを小さく切ってサルサに入れていきます。そうで、サルサそんなでいいじゃん。でさ、Thanksgiving の準備をしてるとお母さんあるあるだと思うんだけど、何もずっと食べないで料理ずっと続けて何も飲まないで、で気づいたら、あ、何も食べてないし何も飲んでないっていう状況なわけだから、これはね、昨日のディナーの残りなんだけど、これを、まあ、グラタンみたいなやつ、これをさちょっとかじりながらサイドで料理を続けようと思います。Relax and then do what you're gonna do. She's gonna do homework, Dr. Pirori. It will pay off. It will. Mm-hmm. Has the pass. Okay. So, さ、やっぱりさ、サルサを作る予定じゃなかったから、トマトがないことに気づいたら途中で、やべえと思って。で、普通のさ、このトマトソースを、あ、めっちゃ飛んでるで、色、このトマトソースを入れたんだけど、私がね、普段作る、サルサはこのトマトソースとか使わないんだけど、でもさ、これ使ってサルサ作る人もいっぱいいるんだよね。だからとりあえずこんな感じで、ビデオで撮ってないけどハラペーニョも入っております。 OK、 これはこれで Good。What a break. OK、 そしたらね、このさっきカットしたベルペッパーあるじゃん、あとハラペニョあるでしょ、あれがどうやらちょっとプリクックみたいな感じでするみたいで、オーブンに入れて、いろんなやり方があるみたいなんだけどね、私が見てるレシピはそう言ってるの。したらね、このリユーズナブルな、クッキングシートを敷いて、で、いやー忙しいよ、忙しい、もうなんだか2時だからね。このさ、茹でたじゃん、でちょっとさ、ここに別にハラペーニョがあるんですよ、見える？こっちに別にハラペーニョがあるので、混ぜたくないのね、なんか辛くなっちゃったりしたら嫌だからさ。ほんでこのね、オリーブオイルをちょっとこうかけて混ぜるんですって、ちょっとコーティングみたいにして、でこれをちょっとオーブンに入れて10分ぐらい、ちょっとローストみたいな感じにするらしいの。でその後にクリームチーズのさ、あれを入れるんだって、オリーブを入れてこれもトースしてあげて、
あのね、今旦那がですね、子供たちを外に連れてって遊ばせに今連れてったんだけど、こうやって私が料理してると私はここから動けないから、旦那さんがさ、こう子供たちをエンターテインメントしないといけないわけよね。そうそうそう、だからもう公園に行ってって言って今連れてってもらってるんだけど、このほら今クリームチーズと塩コショウと、あ、フォーカスだ、これね、クリームチーズと塩コショウとあとガーリック潰したやつが入ってるんだけど、これをさ、こう混ぜてこうちょっとクリーミーにするわけです。これ硬い人はすっげえ硬かったらミキサー使ってちょっとさ柔らかくしていいと思うんだけど、あのルームテンパチャーで置いてたらね、結構割と柔らかくなってくれたから、あ、いいじゃん。そしたらこの刻んださ小ネギと言いましょうか、グリーンオニオンを混ぜて、あ、すっげえうまそうなんだけど、これさ、クリームチーズとこのさ、わかる？ネギのさ組み合わせめっちゃうまいよな。めっちゃうまいよな。わかる？うまいで。OK、ちょっと冷やして、冷やした後にこれをのせていきます。なんかあれよね、生でさ、クリームチーズにちょっとディップして食べるスナックの進化系みたいな感じだよね。よし、入れ終わったけどこの2個足りなかったです。まあいいや、とりあえずこれで埋め終わったから、埋め終わったじゃない、詰め終わっただね、詰め終わったから、うんとね、400フェアハイトで8分焼くらしい。8分焼いて、ちょっと足りんかったらちょっと2分ずつ足していく感じでやる。で、これもこれで終わりじゃん、もう。うん、ちょっと試合の途中結果、今ね2時16分とかで、9品中4品終わってるんだ。4品終わってるっていうのも、あ、違うな、9品初めさ9分あ初め9品作るつもりだったけど、もう10品になったじゃん、サルサ作ったから。だから今のところ4つ終わってんので、このペッパーがこのペッパーがオーブンから出たら私はあれをしようと思う、温度設定して2つチキン、ホールチキンを入れる。で、そしたらこのチキンウィングをやって、で、ベイクドポテトに手を取り掛かろうと思う。で、その後寿司だね。うん。オッケー、オッケー。グッグ、グッグ。この選手は水休憩でございます。おお、10品じゃないね。サングリアも入れたら11品作ってるね。そうしたら、こいつを作りたいんだ、私は。ケンタッキーフライドチキンみたいなさ、チキン食べたくない？食べたくないですか？ね、でも家で作るやつを作りたいね。で、あのね、ただ、今もう、下処理っていうかさ、下味をつけてるじゃない？塩コショウしてお酒かけてちょっとずっとそこに寝かせてるの。だからあとはね、あと小麦粉と、あと片栗粉、まあ唐揚げみたいなもんだよね、をかけて、でちょっとね、私が思うにガーリックパウダーとか、何混ぜようかな、パプリカとかオニオンパウダー、そうだな、ちょっとね、このパプリカ、オニオンパウダー、あとガーリックパウダーあたりも
もそのあれに混ぜよっか、小麦粉と片栗粉に混ぜよっか、でディープフライする、揚げる、いいんじゃない？うん。そしたらいいよ。ですね、コーンスターチでもいいみたいなんだけど、私の手元には片栗粉があるから、こいつとあと小麦粉、私が使うのはこのオールパーパスのフラワー、この大きい入れ物に入れるじゃん。ここら辺私全部あの目分量なんで、これでちょっとね混ぜて、そしたらガーリックパウダーあるじゃん、を入れてだ。でこのオニオンパウダー、これさ、オニオンパウダーってさ、なんでいつもこう固まりやすいん？なんでな？結構入ったな。まあいいや。で、このパプリカさんも入れて混ぜるやん。結構入れたな。まあいいや。ちょっとふんわりこうちょっと赤みが入って、パプリカのパウダーのおかげで、はい、入っております。いい感じ。したらこの子をさ、ここにぶっこんで揚げるだけやねん。なんかさ、料理をするときってこうトン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 ってなるように、こういうのとかもあの流れを作ってあげるとさ、汚れも減るんだよね。で汚れも減るし、なんだっけ、洗うものも減るんだよね。そうだから、じゃあこの子たちをさまぶして置くっていう、この作業よ。これをずっとやっていく。でそうやって言ってる間に、後ろのペッパーさんがビーって鳴ったから、それもチェックする。まだやね。OK。Alright。そう、まだだから、このまとめば間も焼いてもらって、ベイクしてもらってる間に、私はこの子たちを終わらせる。ね。これさ、すごい量じゃない？このチキン。ところで。チキンすごいよ、量よ。これはもう、私はね、今日木曜日なんだけど、明日金曜日じゃん。で明日はさ、ブラックフライデーって言ってね、もうなんかびっくりした。日本でも今じゃブラックフライデーってやってるんだね。ね、もうなんかだんだんその文化が欧米化してきてる感じがね、取り入れてる感じがするけど、そう、明日はブラックフライデーでね、ヘアカットのさ予約入れててね、でもうどこ切るのって感じじゃんか。なんだけど、もうちょっとさ、あのね、ずっとバーバーに行ってて、で切ってたの。なんだけど、なんかだんだん伸ばしたいなと思って来てて、でバーバー行くのやめてさ、ちょっと自分でトリームしたりしてたのよ。なんだけど、後ろがさ、だんだんこうちょっと伸びてきて、ボリュームが出てきて、あこれは自分じゃ切れないし、切りたくないじゃん、失敗したくないじゃん。後ろはここら辺はやったよ。そうだけど、後ろは手つけらんないから、そう、美容室に行こうと思ってね、ちょっとこうなんだろう、ボリュームをここ押さえてもらって、ちょっとウルフっぽくしてもらいたいわけ。そうなんです。だから明日それでね、夕方ちょっと
タウンの方に行って髪の毛切ってもらうんだけど、明日はそんぐらいだからね、割と結構ゆっくりしたいんですよ。よし、したらこれをお鍋ちゃんに結構入れるよ。今日は奮発してこれ給食だろ。スパークリングウォーターとカキピーをちょっと食べる休憩、待ち時間。これ焼いてさ、これ終わったらさ、私はあと寿司とお肉系が残るんだよ。あとサラダだから、うん、今ね2時40分なの。いやー3時4時に終わるかなと思ったけど、まあディナータイムギリギリまでですかね。かかるな、うん、かかると思う。皆さんさ、梅味のカキピー食ったことある？すんげーうまくね。すんげーうまくね。ハワイぐらいだったら全然手に入る。皆さんどうやったこの揚げる油、あの準備できてるかやってますか？こうやってお箸入れてさ、ブクブク泡が出てきたらっていう人とかさ、あとなんか揚げてるんであればさ、そのなんか衣をちょっと投げてさとか、いろいろいるよね、うん、まだだな。したらこういう感じでね、この下にペーパータオル敷いて油を吸ってもらって、ここに揚げていくね。今日のビデオめっちゃ長くなるんじゃないかな。なんかさ、同じ角度が続かないようにちょっとちらほら変えてるんだけど、お肉の時間です。したらまず1個目がね、これです。ビニール
袋みたいな感じでしょ。だけどこうやってマリネした方が全体にね行き渡るの。なんかボールとかにさ、ボールとか鍋とか入れると結局上がさ当たらなくってひっくり返さなきゃいけなかったりするじゃん。まあ、これもひっくり返したんだけど、こういう感じで半分ぐらい浸したらひっくり返したんだけど、そう、まあ、こっちの方がね、味が浸透しやすいわけだから、こういう風にやったらね30ぐらいになってます。でこれにこのレシピはじゃあ載せておきますね。こんな感じでございます。そしたらまずですね、これを開けて、足をタコ糸で結ぶんだよ。ちょっとか乾かすからね。で、したら、で、これさ周りにちょっとどうしようかな、このままでいいか。これがまず1個目ですね。あともう1個はね、照り焼き系でマリネしてるやつなんだけど、ここに入れて、これね、お砂糖が入ってるのだし、醤油も入ってるからちょっと焦げやすくなると思うんだよね。なんでちょっとこういった感じで、ちょっとさ、あれがないから、ピザのシートなんだけど、まあ仕事をしてくれるじゃん。でこれをここで、タップしてあげて、これで2個目完成で、ここにさ、タレでつけてたこれ汁があるじゃん。これをねこう焼いているうちにこうかけながらっていう感じだと思うんだけど、だから捨てないでおいて、これをね、じゃあチキン焼いていきます。 OK、 したらプリヒートを430°F でやってるの、プリヒート。で、これをね、今、チキンをオーブンに入れる寸前じゃん。で、ここを350まで落とすらしい。落として。いや。で、1時間、約1時間、焼いていきます。したら、この子と、作り始めてから4時間ぐらいは経つので、ね、でも見てこの化粧がさ、
OK、いや、テカってるけど、油っぽいけども、見て、崩れてなくない？ちょっとこれニキビね。Anyway、私はちょっとコーヒーブレイクをしようと思います。コーヒーブレイク。このさ、このチキンやばくない？これのせいで私こんな油っぽくなってるわけ。これはチャレンジだったわ。まあ、毎回こんぐらいやるんだけどね、本当は。で、余りすぎると、冷凍にしちゃってさ、子供のお弁当とかに入れられるじゃない？だから、まあ、いっぱい作っといていいんだけど、私はこれからコーヒーをちょっと飲んで、寿司に取り掛かる。うん。私はアメリカーノ好きなので、そのエスプレッソ入れるじゃん、これツーショットなんだけどね、これにお湯を足して、でこの子を入れてっていうのが私のゴートゥーのコーヒーです。家で作るのは、ですね、ここ1週間ぶっ続きでハワイさ、風がすごくってね、で2日前にウェディングがあったの、ビデオ撮ったんだけど、よかったらぜひ見てくださいね。その日も風がすごくって、だからさ、最近はもうエアコンつけなくても結構全然涼しくって、窓開けてればっていう感じなんですよ。だからね、すごい電気代が高いからエアコンつけなくていいのはすごく助かってるんだけど、夜とかさ、でもやっぱり2階と1階じゃ全然温度が近くて、やっぱり1階は涼しいのに2階が結構ムシムシするっていうのはあるからね。私はさ、これをさ、スティームしてもいいんだけど、このほらコーヒーにさついてるじゃない、この子、こいつでスティームしてもいいんだけど、ちょっとめんどくさいからこのまま入れちゃう。スティームするとさ、泡っぽくなって、あと、あったかく、ミルクがあったかくなるから、で、なおかつこのスティームするときにさ、泡を作れてね、ちょっと口当たりがスムーズになるんだけど、うん。まあいいよ、ちょっと私は今日忙しいからね、こんな感じでコーヒーを飲めようと思いますよ。ね、毎年のことなんだけど、一応さ、毎年ね、全然違うチキンのレシピをフォローしてるのね。で、今年のもなんか1時間とか言うてるけど、絶対1時間でお肉終わんないから、チキンの丸焼き絶対終わんないからさ、てかさ、髪大丈夫？跳ねてる。こんな感じでだ。とりあえず次お魚にかかりたいの、寿司。お寿司は寿司飯を作って、もうご飯を炊いたのね。だから寿司飯を作って、で、その魚自体を切って、あと握るので、握るのが時間かかるんだけど、まあ、1時間ぐらいあればどうにかなるんですよ。で、今なんだかんだ4時ぐらいになるので、もう寿司飯作って、で、お魚切って、うん、やろう。オッキー、わかります？ちょっとなんか疲れてきてるでしょ。どうだよ。これがすし酢の素です。で、こいつをさ、ちょっと温めて溶かして、で、もうご飯は炊いてあるからそれに混ぜるの。お寿司にはこのめっちゃ
うちの中で一番大きいボウルを使うの。お寿司の米酢には。米酢？ジジ、ジゼル、ゲッダウン。ジジ、ゲッダウン。ゲッダウン。ねえ、魚沼さんだけあってさ、見てよ、なんか米が立っとる。お魚はこっちのまな板できる。これがいつも買ってるお魚屋さん、玉城マーケットっていうカリヒにある魚屋さんなんだけど、そこで買ったサーモンです。今回は 2.5 パウンド買った。で、皮取ってもらって、キングサーモンだね。で、2.5 パウンドで、値段がね、51ドルと73セントでした。OK? よし。私ね、ピンクソルト使ってるからちょっとピンクイッシュなんだよ。でもね、どの塩を使おうとも美味しく出来上がる。のファンが送ってくれた新潟の、わかる？毎回自慢してんの私。これをですね、濡らしてね、ご飯乾燥してほしくないから、これをボウルの上にかける。こんな感じで、ちょっと待っててね、ちょっと横で待っててねって言って、ほんでだ。で、私はこの子開けていきます。今回も切ってもらった時はもう皮も捨ててもらったんだよね。これが私のお魚切るナイフで、あのね、サーモンとかこの魚系のさ、お寿司作るとき大事なのがさ、このお魚の匂いがちゃんと取れてるようにさ、一回このお魚の匂いが取れるように水で洗ってね、で、ちゃんと拭き取ってあげてってやらないとあれなんだよ。お寿司が魚臭くなっちゃうの。だからしっかりと洗って、水で洗って、でキッチンペーパーで拭き取ったら、ちょっとなんか見た感じ、もしかしたら骨取ってくれたのかもしれないんだけど、まだ何個かちょっと残ってるから、そう、それを取っていく。このサーモンすっごい肉割れしてるんだけど、どうしよう。すっごい肉割れしてる。わかります？崩れてるの。ね？本当はもっとタイトであるべきだと思うんだけど。これじゃん？これと、このもう一切れあるの、ここに。これで 2.5 パウンドだからさ、結構あるのよ。だいたいね、この魚のお腹の部分、このこういったところは身が薄くなってるから、私はこれを巻き寿司に入れてあげたりするんだけど、どうしようね、これちょっと割れすぎやな。とりあえず
と悩むじゃん。3等分ぐらいにできたらしたいけど、どうしような、ここと、うん、3等分でいけるかや。ここ割れてるしな、どうしよう。こうしてで、こうのこうかや。でしょ。で、OK、ちょっと待って、したらちょっとこう縦に切ってっちゃおうかな今日。割れてんだよ。どうしよう、割れてんだよ。いやー、どうしようかな。なんとかできるんだけど、ちょっと見た目あんまりみたいな感じになっちゃいそうだね。まあいいか、家族だからね。いやー、ちょっと想定外、この肉割れみたいな、もうなんかすごいすごいよ。いや、あー、ナイス。 Of course you're interrupting, she's cookingHi, Mana, how are you? Happy Thanksgiving! ここにツナがあるから、このツナマヨをここに入れるね。うまそうでしょ。今寿司はこんな感じです。もっといくよ。もっともっといくよ。Well, that's what she told me. Now she tags you, Keegan. You're her best friend. よし。そしたらこのカルビを焼いていくよ。これはね、醤油と酒とお砂糖と、ニンニクと生姜じゃん。で、あとリンゴすりおろしたやつがかかってんの。そう。OK？ そしたらこれをオーブンで焼いていきます。これとこれが完成。And disbehaving kids, what will she do? Smack them. What? With a wooden spoon. Already. Wooden spoon, yeah. Hot sauce, wooden spoon, she'd smack you. She would tell you to go home to your parents. Yeah, she'd tell you to go home, she'd smack you. She'd put hot sauce, she'd put soap in your mouth. Soap? Yeah. For real? Yeah. You get soap in your mouth. Oh my god. Because. Wait, did you fill up them with water?No. Found it? Hey. You are hell. Oh my god. Wow, really? She said that? I said that to my mom. I don't remember. Hi. Because she eats, people eat grass, cows, right? Oh, I see. Thank you. Yeah. No, thank you, say no. What the?Let's go.
これ忘れてた。今やっとできました。これとこの韓国のさやつ。Everybody scream. So everybody scream. またやんのかいな。So everybody scream.